前節も PK が決勝点。しっかりと逆突きで見事追加点です。谷口健三、これで2対0です。藤枝としては最高の状態、前半の15分までに2得点という。さあこれで谷口健三は2戦連発ということになります。今シーズン3点目。